好きが見つかる OTB。 具志堅さん、おはようございます、はい、おはようございます。本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はうるま市石川にある大人も子供も楽しめる大規模釣り堀施設の釣って見つける冒険の国、沖縄に行きたいと思います、うん、いいですね。いろいろちょっと勝負したり私とやっていきたいんですけど、あのこの間も負けたんだよね。勝負って言うけど本当1回くらい勝ってよ。悔しい。本当に真剣にやってよ。見ててください。はい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 、一生懸命やろうっていうあれができないよ。ファイトが。はあ、じゃあ今日はもう絶対に勝ちますので。わかった。早速行ってきます。はい、こっち絶対勝つから。ここ。ここ。具志堅さん、今回は家族で楽しめる釣り堀施設、釣って見つける冒険の国の魅力を再発見。釣りや宝探しに具志堅さんも大興奮。具志堅さん、今回具志堅さんとゆうりちゃんがやってきたのはうるま市石川にある釣って見つける冒険の国沖縄。魚釣りや宝探しができるほか、バーベキュー場もあって、雨の日でも手ぶらで家族でも友達同士でも楽しめる大規模なレジャー型釣り堀施設。2人とも魚釣りの経験はあるということで、早速施設の中へ。わ、はい、こっちは具志堅さん、どうも。2人を待っていたのはこの施設を案内してくれるスタッフの島袋さん。こちらの施設はいつ開業されたんですか？2022年の10月です。最近じゃないの。でも釣りもできるということで、はい、子供もできるんですか？はい、できます。スタッフがサポートさせていただくので、小さなお子様でも楽しめます。今回はお二人にちょっと挑戦していただきたいものがございまして、ヤンバルエリア、シマンチュエリア、フィッシングエリアで対決していただきます。よっしゃー、3つあるんですね。この対決で、優勝した方にはこちらの釣って見つける冒険の国沖縄のペアチケットをプレゼントさせていただきます。よっしゃー、もう気合い入ってます。今回は具志堅さん対ゆうりちゃんで無料ペアチケットをかけた3番勝負。負けず嫌いな2人、どんな結果になるんですかね。早速最初の対決の舞台となるヤンバルエリアへ。最初の対決はザリガニ釣りです。来た。このヤンバルエリアには、はい、ザリガニ、イモリ、ヤドカリ、あと熱帯魚すくいができるんですけれども、うん、お二人にはザリガニで勝負していただきます。制限時間20分間で、ザリガニが入った池の中から、はい、多く釣った方の勝利となりますので。釣り竿に針はついていなくて、クリップに餌を挟むので準備も簡単で安心。ザリガニを釣ったらバケツに入れてその数を競います。制限時間は20分。2人の腕前に期待したいですね。それではスタートです。具志堅さん、これ挟みやすいように間に落とすのがコツです。間、ここら辺ですか？あ、こっちか。食べれ。これはどうですか先生？しまく、いい感じです。これはゆっくり引っ張って。うわ待って、逃げないで。ね、こっち来て。ほら、もう見て、キョキってます先生。もう他の子探した方がいいかもしれない。ちょっとこの子やる気ないわ。あ、手と手の間に持ってきた方が気づきやすいです。手と手の、あ、ここ？あ、そうですそうです。10分経過しました。具志堅さん元気ですか？
元気？すごいね。集中してるけど、なかなか難しいんですね。これは。10分経過しても2人とも全く釣れず。この日は気温が高かったこともあり苦戦中。改めてアドバイスをもらい再スタート。すると、ちゃんと掴ませた方がいいです。これまだこのもう一つが今、あ、この子あったまりな。あ、いい感じです。何してる何してる。取った。めっちゃ嬉しい。ゆうりちゃん、ようやく一匹ゲット。よかったですね。この後、具志堅さんも粘り強くザリガニと向き合いますが、ここでタイムアップ。ということで、具志堅さん0匹、ゆうりさん1匹、ゆうりさんの勝利です。おめでとうございます。いつ釣ったのよ。大きな声で喜びましたよ。手で入れたじゃん、それ。だけなし。本当にちゃんとやったし。最初の対決はゆうりちゃんの勝利。具志堅さんも惜しい時はありましたが、残念でしたね。 CM の後は宝探し対決。2人ともお宝ゲットなるか。具志堅さん、今回うるま市石川にあるレジャー型釣り堀施設、釣って見つける冒険の国沖縄にやってきた具志堅さんとゆうりちゃん。魚釣りをはじめ熱帯魚すくいや宝探しもあって、家族でも友達同士でも楽しめるこの施設で、無料ペアチケットをかけ3つのエリアで対決することに。1つ目のヤンバルエリアでのザリガニ釣り対決に勝利したのはゆうりちゃん。もう負けることができない具志堅さんですが、続いての対決は。次の対決はトレジャーハンター対決です。はい。ハンターとよく聞くね。ハンター。ハンターね、いいね。宝探しを行っていただきます。うん、こちら、この川の中に綺麗な鉱石と貝殻がたくさん埋まっております。15分間お時間設けてます。こちらは通常のお客様も同じです。はい。この15分間の中でより多くの貝殻とパワーストーンを見つけた方の勝利とさせていただきます。はい。川の底には砂があって、その中にさまざまな鉱石や貝殻が埋まっているので、スコップを使い見つけ出してもらいます。また超レアだという宝箱を開けることができる小さな鍵も隠れているそうです。これは探しがいがありそうですね。もう後がない具志堅さん、ゆうりちゃんに勝つための作戦はあるんでしょうか。それではトレジャーハンタースタートです。スタート。超えたのを集めます。でもこれもし鍵を取れなかったら、これが多い方がいいんですもんね。何これ。何がある。この後、具志堅さんはいろんな場所に移動して探索。ゆうりちゃんは移動する時間も探す時間に当てて数を稼ぐ作戦に。トレジャーハンターをお楽しみ中のお客様、残り時間が1分を切りました。ラストスパート頑張ってください。はい。
ではカウントダウンの方をしていきます。カウントが始まった。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1終了。二人ともギリギリまでお宝を探してタイムアップ。果たしてより多くのお宝を見つけることができたのはどちらでしょうか。21、22、23。はい、勝負あり。具志堅さん23個、ゆうりさん36個ということで、はい、ゆうりさんの勝利です。よっしゃー、ありがとうございます。よっしゃー。いや、俺最後にずっと鍵を見出してたのよ。なるほど。そうなのよ。四万十エリアでの宝探し対決もゆうりちゃんの勝利。具志堅さんは途中から小さな鍵に狙いを定めていたようで、それが敗因になっちゃいましたね。ところで具志堅さん、2敗しちゃいましたけど、どうしましょう。 CM の後は最後の魚釣り対決。具志堅さん、奇跡の逆転なるか。あ、釣れてますね。具志堅さん、今回レジャー型釣り堀施設釣って見つける冒険の国沖縄で無料ペアチケットをかけ3つのエリアで対決することになった具志堅さんとゆうりちゃん、2つ目の四万十エリアでの宝探し対決にも勝利したゆうりちゃん、具志堅さんはすでに2敗し負けが決定してしまいました。すると優しいゆうりちゃんから提案が。最後じゃあ5ポイントお願いしますか。いいですよ。3戦じゃなくて4戦じゃないの。3戦です。3戦分、はい、なんで最後のポイントをもういいです、5ポイントにしますよ。気抜いとったな。じゃあ4戦で、うん、先に3勝かなと思った。3戦。あ、そうか。じゃあいいよ、はい、最後5ポイントで。いいよ、5ポイントで。ユリが言うやつだよね。はい、5ポイント。じゃあ5ポイントで。では最後勝った人が勝利ということで。はい、わかりました。というわけでこの対決に勝った方が無料ペアチケットを手にすることに。最後の対決はフィッシングエリアでの魚釣り対決。このエリアには大小さまざまな魚がいて、難易度の異なる6つの水槽があります。2人には比較的簡単なティラピアの水槽で対決してもらいます。制限時間は20分。多くの魚を釣った方が勝利。3連敗は何としても避けたい具志堅さん、ゆうりちゃんにいいところを見せることができるでしょうか。浮きが沈んだらちょっとお客さんでお魚がつついてるので軽く引っ張ってみてください。 あと先端の糸をもう少し出した方が、はい、お、釣れてますね。おめでとうございます。1匹目。こちらティラピアですね。デブスケさんに持ってもらいましょうか、一応。もう次の逃がしますね。早くも一匹釣り上げた具志堅さん、一方ゆうりちゃんはなかなかコツがつかめません。そんなゆうりちゃんとは対照的に具志堅さんは次々ヒット。同じ竿、同じ餌なのですが、ここに来て具志堅さんが本領発揮。この後も具志堅フィーバーが続いて、気がつけば残り5分。改めて2人が釣った数を確認してみると、
今ですね、はい、簡単に感動しましたら、はい、あの具志堅さんが9匹、はい、おおすごいです。1匹あーもうなんで具志堅さんここはちょっとあの時間リボブが映ったら、うん、2倍まあ、大丈夫ですか。まあ大丈夫ですよ。すいません。だから今はちょっと負けてたから、そうです。ぐらいね。もう余裕、3倍でもいいね。3倍でもいいですか。3倍だったらちょうどいいから7倍。いいですか先生。ということでここからはゆうりちゃんが釣った数は3倍になるという特別ルール。絶好調の具志堅さんですが大丈夫ですかね。引っ張られてるわけですか。はい、釣れたよやばい。失礼します。3倍だよ、3倍頑張ってまた。いや、あれ来た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 。おめでとうございます。急げ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 。まだ間に合う、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 5、4、3、2、1、終了です。はい、釣れたよ釣れたよ。外します。なんでよ、ね、なんでこんな違うの。なんで。結果はゆうりちゃんが4匹、具志堅さんが11匹ということで具志堅さんの勝利。具志堅さん曰く勝因は竿を上げるタイミングと餌をしっかりつけたことだそうです。何はともあれ具志堅さん無料ペアチケットゲット。すると、だけどあれだな、あの視聴者プレゼントにもいいよね。あ、だから具志堅さんのやつ、うん、いいんですか。ご覧になった方がすごい喜ばない。喜ぶ、めっちゃ楽しかったです ね。今回の対決を通して釣って見つける冒険の国沖縄を満喫した具志堅さん、ぜひ皆さんにも体験してほしいということでゲットしたチケットは視聴者プレゼントに。さらに島袋さんのご好意もあって無料ペアチケットを2組分追加していただきました。具志堅さんを見ましたとスタッフに伝えた方、先着3人の方にプレゼントいたします。先着順なのでお早めに。さあ具志堅さん、はい、対決して無事終えましたけど、今回いかがでしたか。やっぱり最終ラウンド、はい、うん、それまで諦めないで頑張ったっていうのがね、やっぱり、はい、よかったと思いますよ。はい、そうですね。俺はもうゼロで入れなかったよ今日は。大人も子供も一緒に遊べるっていうのがいいよな、やっぱりこれな。本当に素敵な時間を過ごさせていただきました。島袋さん、本当に今回ありがとうございました。ね、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、皆さんまた来週です。次回の具志堅さんは、みおかちゃんの母校でもある沖縄大学の魅力を再発見。校内のおすすめスポットや学生との交流に具志堅さんも大興奮。なりたい私がここから始まる沖縄大学の魅力をお届けします。お楽しみに。